プリザベーションホールの建物、日中は閉鎖されている。プリザベーションホールは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズのフレンチクオーターに、位置する著名なジャズのコンサートホールである。レーンや、レギュラーのバンドが入れ替わりで、ライブ演奏をする。プリザベーションホールで演奏されるのは主に、伝統的なビキシーランドスタイルのジャズである。著名なホールであるにもかかわらず、入場料は、 非常に良心的である。入場者数が限られているため、開園前より入場を待つ長い列ができることが多い。このため、列を作る客のために、ミュージシャンたちが演奏をすることもある。なお、ホール内は古い木の床張りであり、4人程度が座れる、古いチョイスが6つほど、そして壁沿いに古い椅子が数客並んでいるのみであり、床に直接座ったり立ち見する客も多い。 プリザベーションホールでの音楽演奏の歴史は1960年代初頭に遡る。地元企業家ラリー・ボレンシュタインが当時この建物でアートギャラリーを運営していた。彼は仕事が少なかった年配のジャズミュージシャンたちを雇い、ギャラリーの来場者のために演奏をさせた。すると多くの人々がアートよりも音楽目当てで訪れるようになっていった。 ホールの経営はアラン・ジャフィーに引き継がれ、彼は音楽業界の常識を覆し、ダンスフロアや飲食物のない音楽のみを提供する会場として、プリザベーションホールを立ち上げたのである。このフレンチクォーターの会場の外でも、ここで演奏するミュージシャンたちは、プリザベーションホールジャズバンドの名前で世界をツアーしている。2005年8月のハリケーンカトリーナで、 プリザベーションホールの建物には被害はなかったものの、その後数ヶ月のホール閉鎖を余儀なくされた。カトリーナ5発のコンサートは、ホールの45周年を記念して2006年の4月27日、28日に行われた。プリザベーションホールの建物は、フレンチクォーターで最古の建物の一つであり、1788年、1794年の2度の、 大火災で難を逃れている。フレンチクォーターで最古の建物であるアーシュリン修道院のわずか5年後に指定として建設されている。1812年の米戦争の際には酒場として営業していた。ありがとうございます。